12時前くらいに楽屋に入りまして、今会場でスクリーンにパソコンをつないでいるところでございます。これで出し物のチェックですね。会場はこんな感じで、スクリーンに映像を映してライブを行っていきます。ちなみに今日のメニューはこちら、ハイちゃんランチっていうのがありまして、和風キノコベーコンおろしパスタプレート&サラダでございます。すごいね、居心地のいい会場なんです。マッシュルのりおいで飛んじゃって大変さ、毎晩絶頂に出しているだけ。あ、出ない。出てますよ。今出てました。ハイジさん恵まれてますよ、私。アイザーだけど、どういうことなのそれは。ハイジさんにあえて恵まれたっていう話ですよ。中身がないから。タイトルだけじゃもう中身が全くないじゃん。もしかしたら説明して。なんで振るんだよ。もう本番前に疲れる。相変わらずアイドリングじゃないですからね。本当にもう俺らもう疲れてるからね。この楽屋で30分聞かされてそのトークを。僕がそういう人間ですから、ね、どっちかって言ったら、その楽屋にいる人疲れさす側の本来ね、芸人ですからね。本来そうだけど、他の場所だったらもう顔疲れ切ってるもん。すげえな、舞さん。聖地吸い取っちゃったかしら。吸い取りまして、もう本番ですからね。そうですよね。発表交代スタート。スタート。行きましょう。行きましょう。よっしゃ。舞さんすげえな。すごいのよ、舞さんは。一番好きなのは何でした？ジャックとかも見るわけじゃねえんだよ。